今回の冒険は207番道路の天眼山前から始めていきます。前回の動画でね、銀河団のボス赤木がこの天眼山の頂上へ向かい、そしてそこで何かを始めようとしている、それが何なのかっていうのを今回見ていきたいと思いますのでね。ただ天眼山の頂上というのは一度も行ったことない場所なので、どうやって行けばいいのかあまりわかんないんですけども、とりあえずここ湖がありますので、この先ちょっと進んでいこうかな。アイテムがあるだけか。でもなんかそこに階段があるんで、その階段を登っていけば頂上をたどり着ける系かな。タウリンを見つけた。いや、なんでこんな薬品ここに置いてんだよ。誰が置いていったんだよ。怖えな、意味深だな、こんな暗い洞窟でね。ここありますね。これロッククライミングで登れますので、はい、ロッククライムですね。ビーダル頼む、君は秘伝技要員、こういうとこでしか役に立たないからね。とりあえず上がります。さあどこへ行く。天眼山の2階ってことなのかな。合ってんのかどうかわかんない。トレーナーとかもいたりするのかな。その辺もわかんないね。うわー、なんかやたらとでかいやつ現れたんですけど、ドータ君、これはおそらくドーミラーの進化系になるでしょうね。はあ、ちょっと勝負を避けたい。うまく逃げ切れた。いや、これちょっとレベルの高いポケモンを戦闘にしておいた方がいいですね。ドダイドスではちょっと素早さも遅いし、なかなか逃げれないと思うんだね。なんか、え、誰か来た。あ、ハンサムか。びっくりした。急に来んなよ。お前どこいたんだよ。そこの穴なんだよ。そこの穴って意味深だな。もともとは頂上への道を塞いでいた。あ、だからなんか瓦礫みたいなのが落ちてるのか。壁画があったらしい。あ、そういうことですね。だがそれも壊してしまった。湖の3匹が捕らえられてから何かが狂い出しているのかもな。原因は銀河団の赤木ダイヤ。もその誰もが知ってることやろ。お前100人中150人が知っとるわ。さてそこでだ、君がこれより先に進めるほどのトレーナーなのか。腕試しをさせてもらう。は？ははは、そんな身構えなくてもいい。分かっているよ、私では君にかなわないことは。そして赤木にも幹部たちにもかなわない。全部知ってるんだね。頼む、銀河団を止められるのは君だけだ。今の私にできることは昔の任務先で手に入れたこれを君にあげるくらいだが、黒いビードロを手に入れた。白いビードロっていうのが持ってて、それは野生のポケモンが出やすくなるってやつなんだけどね。頼む、銀河団を止めてくれ。いや、そのつもりだったんだけど、お前が余計なことするからでしょ。ちょっと今もらったアイテムなんか使えるんならね、なんかハンサムのこともあるし使ってやりたいんですけどね。効果がわかんない。これですね、ガラス製の黒い笛、吹くと野生のポケモンが出てきにくくなるってことは使った方がいいですよね。これはおそらく1回きりのアイテムではなくて何回もできるやつじゃないかな。笛なんでね、ポケモンと遭遇しにくくなった上にほらまだありますから、無限に使えるやつですね。なら使って損はないですよ。ちょっと野生のポケモンが出てきてテンポが悪いからね。また再び天眼山の上に上がった。一瞬対決になるのかなと思ったらね、そうじゃないんかい。え、この場合上に上がるのは正解なんですけどね。ちょっとこっちも気になるな。アイテムとかあったら取り逃したくはないしね。いや、これなんかあるんじゃないですか。ほら、星のかけらを見つけた。なんかあります。意味深だわ、こんなとこにたった一つの岩。いや、なんならここもねあるかもしれない。いやー、クソ、フェイクだったか、騙されたわ。なんかあるっぽい雰囲気はしてたんだけどね。え、でこれ銀河団、え、いいのかいお前ら。嘘でしょ。我々下っ端の仕事は2つ。頂上での作戦を無事に成功させること。もう一つは邪魔者を徹底的に叩きのめすこと。いやー、前回に引き続きこの下っ端との対決っていうこと、この天眼山で多そうですね。うわー、でこの先もいるじゃないですか、やたらとキョロキョロしてる無能なトレーナーが。時は来た、ついに銀河団の時代だ。なんかそんなこと言ってたプロレスラーもいたな。なんか刺した方が絶対強いのに。あ、でまた出たぞ。え、でなんかやたら雪降ってる。え、マジで富士山じゃんこれ。頂上に近づくは当然雪も降るだろうけど、マジか。この先進んでいかないとダメって感じですね。また出てくるポケモンもちょっと気になりますが、今そこ気にしてる場合じゃない。ロッククライムで上上がります。あ、でもまた洞窟街中入んの。せっかく外出たのに。また再び天眼山でまたロッククライムで上がります。この繰り返しだね。あ、でまた外か。もちろんここも出ます。はい、またこんなところも出ちゃいましたよ。
先に進んでんのかな。まあでも俺ちょっとここ見覚えあるな。まあ、僕はプラチナをプレイするのはこれ初めてになるんですけどね。パールの方はね、リアルタイムで小学時代にやりましたので、あの時の記憶っていうのがちょっと戻ってきてますけどね今。おお、月の石ゲットだぜ。おそらくこの辺に来たら頂上が近いような気がするな。こっちじゃなかったね。こっちはアイテムあった。こっちにロッククライム。あーで出てきた。なんだろう、ここで出てくると思って。あー、雪の王さんですか。雪かぶりの進化系氷タイプ。あーで、ここあられ降ってるからね、なおさらちょっと戦うわけにはいかんわな。悪いが逃げる。はい、うまく逃げ切れた。オッケー。あ、ここにドクターある。こっちだな。オッケー。びっくりした、迷ったのかと思ったわ。さあ、もうそろそろ頂上じゃないかな。だいぶ雪降ってるってことは間違いなく上に向かっていってるってことですからね。そこで何をしようとしているのか非常に気になりますけど、自滅ポケモンはもう顔見せなくていいからね。お前のしたいことは一つ分かってる。自爆したいか、させる前に逃げるよ。勝手にしとけよ、お前がプライベートでね。さあ、ザコトレーナーはこれで撃破。ついたか。いや、まだか。で、またザコがいる。ザコの後にザコだ。足止めすんじゃねえ。俺は先に進むんだ。これはもう頂上か。来ましたね、槍の柱。来たけどまたいる。うん、生かしてくれないわな。これから我々のボスがすごいことをするらしい。邪魔をするなと言っても邪魔をするのだろう。だから我々は、二人がかりでお前をやっつけることにする。嘘だろお前、数の暴力かい。まあいいんですけどね、雑魚が二人並んでるだけ。手持ち多いのがちょっと腹立ったところだけどね。まあとりあえず頂上っぽいとこにやってくる。素早く倒して何をしようとしてんのかちょっと見ていきたいんですけどね。とりあえずグレックルに火炎車。あーで、メガドレイン。どうしよう、葉っぱカッターでいいかな。タック戦ではこういう葉っぱカッターのね、全体技が役に立ちますから、まあ、大して食らわないと思うけどね。おお、あとちょっとじゃないか。結構食らうね、急所に当たってる。そういうこともあるのか。よし、これでグレッグルは撃破かな。スカンプには全くダメージ与えられてないけど。あ、よかった、グレッグル撃破。経験値もしょべえ、もっと美味しいポケモン出してこわ。またグレッグルじゃないか。もう自信したらね、全体に与えられるんだけど、ギャロップ効果抜群でやられちゃう可能性もありますからね。ちょっとギャロップのためにもここはやれないんだよな。もう一回葉っぱ買った。これあれだね、ポケモンセンター的な場所は当然のごとくないですね。ここまでもこの先もだとしたら、万が一赤木との対決ってなったらクソ面倒だぞ。毒にもなってるし、土台のさ、次の戦いで役に立ちませんね。その前にやられる可能性もあるわ。うわー、グレッグルも倒せなかった。ヘドロ爆弾は効果抜群でしょうに。あ、そうでもないんだ。あら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 、でも毒でやられるね。で、やけどでグレッグルはゲーム。どうしようかな、ドライトス変えとこうかな。うん、そうしましょう。とりあえずスカンプーに攻撃でポケモンチェンジで、まあガバイドでいいや。あと銀河団はね、このスカンプーと手持ち一体。おそらくグレッグル、いやスカンプーかな。もう片方がグレッグル2匹でしたからね。ただこっちがスカンプーであってもおかしくはない。どっちもね、面白くね。予想外れてほしいけどね。あ、ニャルマーだ。外れだけど全然嬉しくねえわ。予想外れて、そんなポケモンここで銀河団が的なね、使ってくるのかなと思ったら全然そうでもない。予想通り、これまた予想通りなポケモンです。で、ドラゴンクロウで撃破。もう足止めしないでくれるかな。前回含め今回だけで、お前銀河団と何度対決してんだよ。弱えのよ、弱っちいのよ。大した経験値も稼げないから腹立つんだけどね。まあでも
お金くれる分いいんだよな。金稼ぎにはなりますから、買いアイテムをたくさん購入できれば我々ではかなわない。通してやるからこの先でコテンパンにやられるがいい。あそこは通してくれるんだね、ありがたい。あでドダイトスが毒、まあもうこの際いいでしょうドダイトスはね。あとりあえず、ムッホークをここに置いといて、悪いが君の毒は助けてあげられない。でなんか待ち構えてるんですけど、幹部たちだよねこれ。サターンにマーズにもう一人はジュピターか。この場合一人一人との対決になるってこと？どこ行くつもり？ボスの邪魔はさせないわよ。この先に進みたいなら私が相手するわ。あボス、あれボスか。そうですね、あなたには今まで散々貢献されてきたしね。その次は私。あなた強いかもしれないけど私たちも本気出すよ。あら、ジュンが出てきた。俺がいないのを勝手に面白そうなこと始めるな。そうなるよね、はぁって。このジュピターにやられてましたからね。ほんで泣いてたんかい、子供やね。うわ、ダブルバトルになるわけだ。正直手持ちのポケモン2機で戦った方が楽だったかなと思うんですけどね。まあいいでしょう、ジュンもそこそこには強いです。相手はマックスですね。どっちもドーミラー、なんだよそれ。気色悪いわその統一性。なんでゴンベ出したんだよお前。ゴーカザル出せよこの野郎、バカかな。そんなんやから負けるんや、愚かなトレーナーだよ。ゴーカザル出しておけばギャロップとゴーカザルコンビですごいことになってたと思うんだけどね。絵面的にもかっこよかったし強いしね。空気読めへんわこの子。いや思い返してみれば空気の読めないトレーナーですからねこいつは。なんかこいつのタイミングでやたらとね挑んでくるし、嫌なやつですよ。負けて当然、泣いて当然って感じです。これまずはドーミラーか倒した方がいいですね。あでもゴルバットもちょっと倒さないとね、怪しい光なんて最大かなりの長期戦になるけどね。うわ倒せなかった。ヘドロ爆弾、いや毒になったら面倒だぞ。なるなよギャロップ。うわやたらと減るし、お前なんでゴンベはやたらと遅いし攻撃しねえんだよ。それカビゴンの進化前ですからね確か。全然食らわないでしょ。いやそこそこには食らう。あーもうどうせなら一撃で倒せえや。ちょっと待てよ、この前次の対決もありますのでね、ギャロップをやられちゃうと詰むのですごい傷薬、まあ、20個も購入してきてるんでね大丈夫だとは思うが、まあ、とりあえず惜しみなく使います。イエース、体力はマックスだ。もうやめてその徹底的な俺狙い、なんでジュンの方狙わないの。結局2対1じゃないですかやってることはね。これもねギャロップ狙い、徹底的にゴンベを避けて通る、まるでいないもの扱いしてるっていうね。もうそれゴンベがかわいそうだろ。ゴンベの気持ちになれよ。人間何が一番辛いって言われたらね、まあ、人間にしろポケモンにしろね、無視されることが一番辛いんですよ。その場にいないもの扱いされるっていうのはね。ゴンベに同情するわ。でまたヘクサイポケモン出してきやがった、腹立つわ。よく使ってるポケモン全員同じじゃねえかよ。そんなんやからやりたいこと遂行できずにお前ら破滅していくんだよ。いやだからなんでなんだよマジで、おかしいだろ。ほんでギャロップやられたし、もう次の戦いのこともあるのに、ピンポイントのプレイヤーしか狙ってこないというか、逆に怖いだろもう。徹底的だよね、狙いをなんかもう初めから定めて対決してるみたいな不自然なポケモンバトルになってます。順無視されてる。ゴメなんてずっと体力マックスのままですからね、回復したわけでもないのに。この先もおそらくこちらのレントラーにねいろいろとしてくるでしょうねこいつら。ちょっとレントラーこの戦いで役に立たんな、レベル差もありすぎる。あ無理だねこれ。連戦になるんじゃないこの場合、赤木とね。あもうこれ全部ダメだ、全部今んとこね。相手のこの2コンビでですね、もう6回7回くらい8回くらい攻撃してるかな、8回全部俺です。
100発100中で俺です。外れることもなくね。徹底的にプレイヤーを泣かせに来てるのに、ゴンベだけが楽しい世界だ。で、なんか食ってるし。何食わしとんねん、こんな肥満猫にね。もうめんどくせ、結局向こう奥出さなきゃダメなのかよ。うちのポケモンが次から次へとやられていってる。本来勝てる戦いだよ、普通にね。でも横のやつが邪魔なのとね、あと徹底的にこっち狙ってくるのとね、戦いづらい環境だわ。横のやつ消えてくれねえかな、鬱陶しいし、対処強くないし、で切り裂いてくるし。殴れデブ猫はひたすら。痩せろこの野郎。オーケー、ただインファイトは防御とかね下がるからね、これちょっとムクホークやった街で次の戦い積むね。もちろん元気のかけらも購入してきてますから。ようやくここで変えてきたよ。じゃあ今まで何だったんだよ。蓄えるとかどうでもいいだろ、攻撃しろよ。何一つ蓄えたんだよ、吐き出せそれを。吐き出して攻撃する時間だろう。やっぱこいつアホやわ。ジュピターに負ける理由にも、俺にも負ける理由も分かったわ。すごい無能なトレーナー。これ無能なトレーナーと今後言わせてもらうよ。無能なトレーナージュンさん、ジュンなんて言わない、もうそのまま無能なトレーナーと言います。あーシーザー、まあその分反動も受けるけどね。ちょっとまずいな、これまたスカタンクに狙われたら超鬱陶しいぞ。なんか気使ってくれて横をそらしてくれてるんでね、よかった。こっちのいろいろと言ってたのが相手に届いたって感じかな。ほら、なんで意味が分かんない、回復してるでしょ。おい、こいつ何してんねん、ポケモンバトルしようよ。よう分からんことしてるけどね。もう一回スカタンクブレイブワード、まあ、反動を受けたとして耐えれる、ものだと思いますよね。体力的には。俺が攻撃しないと全然攻撃してくれないんで。よし、でももう一匹残ってたっけ、ジュピターの方は。あ、よかった、全部倒したね、マーズとジュピター。よーい、その横のやつが邪魔だったこともあって時間はかかったけどね。これなら私一人で戦えばよかった。俺の感想それ、強くなったわね、だけどボスにはかなわない。強くなったわねって俺に言ってるんでしょ。横のやつ何もしてないんだからね。へ、俺のポケモン強いだろ。え、どこが。俺も強くなれるんだよ。いや全然、全部否定する。とはいえ今はこれが限界かな。あ、そう、何もしてないのに限界を迎えちゃったんだ。じゃあ最後はお前に任せるってことなんでしょ。ピーマン、これ使ってやる。あー、よかった、ここで回復だ。こう、もう優秀でさ、これであの先の分の戦いのマイナスを取り返してくれたね。やっぱお前親友のジュンだ、ライバルのジュンだ、間違いねえよ。すごい手のひら返しだ。いや任してくれ。え、帰るんかい、見とけよ、見るだけね。新しい宇宙を作る用意は全て整った。今全てが終わり、そして全てが始まる。湖の3匹の結晶から作り出した赤い鎖と、私がそれをもとに化学機械で作り出したもう一本の赤い鎖で異次元の扉を開いてやる。そして私のためにその力を使え。わーお、時間を操る神話のポケモン、ディアルガ。そしてもう一匹、空間を司る神話のポケモン、パルキアよ。え、出てくんの。わーお、出てきたね、意外なビッグサイズ。いや、めちゃくちゃでけえ。この時を待っていたぞ、ディアルガにパルキアよ。そんなタメ口聞いてええんかい。この世界を形作るのは時間と空間の二重螺旋。ならば私はお前たちの持つ能力を私自身の力として新しい銀河を、宇宙を誕生させる。今の不完全で醜い世界は消えるがいい。一度全てをリセットする。究極の世界、完全な世界を作るため、心といった
曖昧で不完全なものなどなくなれ。なんか最後バグってなかったか？なんかすごいことになっちゃってますけどね。怖い感じに。ああ、ほんで幻のポケモンたちがなんかようわからん次元に入っていってる。え、何？おお、出てきた。これなんてユグ、ユグなんとかとか、ついてこい的な、今なんかそんな雰囲気でしたね。ごめんなさい、遅くなって。神話を調べていて分かったの。この世界を作るとき生み出されたディアルガとパルキア、実はその時もう一匹ポケモンが生まれていたらしいの。ディアルガにもパルキアにも負けないぐらいの力を持ちつつ、語られることのなかったポケモン、それがギラティナでね。もう一つの世界というか、私たちの世界の裏側、そこに潜んでいるんですって。なんかちょっとゴキブリじみたポケモンですね。さっきの影、あれがギラティエンナだと思うの。柱が歪んでいる。あの穴ができてもう一つの世界とつながったな、せいね。このままでは歪みや信用全体に広がり、世界は壊れていく。さあ、赤木を追いかけましょう。あ、はい、急ぎましょう。ノリで入って言っちゃったけどね、本当は行きたくなかったんで。裏側の世界へ。